杉、杉、杉、クリプトミリア・やポニカは、ヒノキカスギアカスギ属の常緑信用樹である。以前は、杉カタクス DC に分類されていた。本種は一重型であり、本種のみで、杉属、クリプトミリア属を形成する。杉科ヒノキカスギアカとすることも多いは、中世代に登場した起源の古い植物群で、現在は、日本の杉のほか、 アメリカ大陸のセコイヤ、セコイヤ、センパーアバイロンス、中国のメタセコイヤ、メタセコイヤ、クリプトストローボイズ、紅葉山カニンガミア、ランシーラータなどが依存的に分布している。次には多くの地域品種がある。日本では天竜杉、薬杉、立山杉、吉野杉、北山杉、秋田杉、三部杉などが有名である。日本固有種。 本州北端から薬島まで自生する。また、北海道各地にも広く増林されている。沢沿いなど、比較的水分と栄養分に富む環境を好む傾向があり、植林の際にも谷間は杉、中腹は、ヒノキやサワラ、オネスジは、松と植え分けられる。第二次世界大戦以前には、台湾と朝鮮半島で植林されていたが、戦後は、アゾレス諸島、 レユニオン島、インド、ネパールで植林が続けられており、主に木材や防風林として利用されている。葉は、基部が枝に密着して、先は、針状に尖があり、枝全体としては一面に、上向きの針を並べたようになる。樹皮は、褐色で、成長した幹の樹皮は縦に裂け、体状に剥げやすい。この生態を利用した皮きは、表皮を剥がすことで、 樹木中の水分を抜いて1年ほどで枯れさせる山林整備の手法である。樹形は普通細長く直立し、高さ50メートルに達するものもあるが、生育条件などによっては、幹が太くなる。薬島の縄文杉は、樹高25.3メートル、強硬周囲16.4メートルに達し、推定樹齢は2000年代7200年とされている。また大王杉は、 樹高24.7メートル、強硬周囲11.1メートル、推定樹齢3000年とされている。花は、尾花と芽花があり、2月から4月に開花する。尾花は、長さ5ミリメートルくらいの楕円型で、枝先に密生する。芽花はほぼ休憩で、輪辺が密着し、表面に小さな棘が出る。杉は、風媒下で、多量の花粉を飛ばすため、開花期には、 花粉症の原因となる。新根性であり、根を深くまで伸ばす。根径直径 10mm の引き抜き抵抗力は、杉、ヒノキと紅葉樹、奈良類は 100kgf 程度、赤松はその半分、カラマ松は4割程度であり、杉は土砂災害に強い森林作りに好ましい。しかし、植林する杉やヒノキの苗は挿し木による、クローン栽培が多く、 人工林においては過密に植えられた後、十分な干ばつをせずに放置されたものも多い。理由としては、商業用の需要の低下や材木としての搬出が困難な場合等による価値の低下によるコストの増加等を挙げられる。この場合、密に広がった樹幹で光が遮られ、臨床にはほとんどの植物が生存できなくなる。このような森林は透明には緑に覆われているものの、 実体は、生物多様性に乏しいことから、緑の砂漠などと呼ばれたりする。密に植えられているため他の樹種が容易に侵入できず、そのままの状態となりやすい。ただし竹は侵入する。杉は、菌類と菌根を形成する。杉の菌根は、アーバスキュラー菌根と呼ばれるもので、主に双本と菌類の関係として知られており、樹木と菌類の菌根の形としては珍しいもので、 杉林に生えるキノコは、雑木林や松林に比べて少ない。杉平竹プラロジーベラポーリジンスは、本種の切り株や倒木に生えて、それらを分解する。サーコスポラキンセルカスパーアシッカヤは、苗木の赤枯れ病を引き起こす。この菌は成長したゾウリンギにも感染し、その場合は、溝フ病を引き起こす。溝不病は、致命的ではないものの、 病変部に著しい変形をもたらすために、木材としての価値を著しく落とす。セルカスパー、シッカヤが関与しない溝不病も報告されており、冷やか枯れ性溝不病と呼ばれる。原因菌は、フェラネスプンクタトゥスであり、千葉県特産の三部杉が特に感受性の強いことで知られている。主に住宅の柱材として利用される。 他構造用合板としてや修正材としても利用される。滑裂性が良く、薪割りのように割ることによって、角材から板材までを作ることができる。したがって、古来から重要な木材として重宝され、和毛物などで使用されてきた。特有の方向を有し、杉村に貯蔵することによって、日本酒に香りをつけたりすることもあるが、反面でその香りを嫌うようと、 例えば、イービィツなどには不向きである。次には、多くの地域品種があり、材質も、品種、系統により異なる。建築材料として使用する際の強度の指標となる、ヤング率の変異幅も絡まつ、ヒノキ等に比較して、非常に大きい。また、ヤング率は、品種だけではなく、樹齢によっても変化する。建築用材として使用する際には伐採して、 製剤後に乾燥する必要があるが、心持ち角剤の乾燥時に問題となる芯剤の、含水率もヒノキ等と比較して高く、変異幅も大きい。低含水率剤は約50%のものもあるが、高含水率剤では200%に達するものもある。このことは、杉の利用上の問題の一つとなっている。樹皮は外壁や屋根、杉皮武器に利用し、 葉は乾燥して線香に用いる。また、子供のおもちゃとして、杉の大花の未熟なものを玉にして、ごく細い竹で作る杉玉鉄砲というものがある。細い竹の管と竹ひごに柄をつけたものを用意し、まず管に大花を詰め、竹ひごで押し込む。その後にもう一つの大花を詰め、竹ひごで押し込めば、空気圧によって前の大花が破裂音と共に飛び出すものである。 杉の名の由来は、まっすぐの木、直木から来ていると言われる、大和本蔵。元織のりなは、古事記伝心台七の巻にて、杉は傍らにはびこらず、上へ進み登る木として、杉が、語源としてり、直木、す木は誤りであるとしている。欧米言語の翻訳文章では、しばしばシダー類を杉と訳すのが慣例となっている。和名にも、レバノン杉。 シードリス・ライベニー、ヒマラヤ・スギ、シードリス・デオダラといったように、スギの名が出られているシダーョウ。しかし、シダー類は、スギのようにまっすぐ成長するものの松か、パインシーカであり、本種とは、縁が遠い。漢字の、スギは、日本では、スギのことを指すが、中国では、紅葉山のことを指す。中国では、日本のスギの仲間を、ヤナギスギと呼ぶ。 他にも杉の字の表記がある。杉は、いわゆる国字であり、日本でしか通じない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。